こんにちは、グッピー梢です。今日は女子バーベキューにやってきてるんですけど、今バーベキューをお腹いっぱい食べて、ほんでからこれ飲んでないですよ、飲んでないねんけど、まあ、カンカンを持ってきました。でちゃんとカンカンは前日に仕込んできております。空き缶にこんな感じで印を入れまして、この印が入ってるところをカッターとかハサミで切っていきます。手切ったら危ないから、ちゃんと軍手かなんかして切ってください。このカンカンで何をするかというと、何が始まるんですか、何が始まるんですか。ワクワクしかないです。その空き缶をなんか、ね、ナイフで切ったような形の物体があるんです。怖いですけど、絶対バタニーが飲んでるやつじゃないですか。ちゃんと洗ったんで。こういう感じでちょっと手切らないように軍手をして、こんな感じにします。この中にまず油、はい、油を入れて、結構多めに入れる感じ。多分な、なんかポップコーンって油いらんと見せかけて、絶対油入った方がいいね。確か多めの方がいいんですか。どうなんやな、多めかどうかはあれやけど、なんかこう引いた方がちゃんとなってんのかなみたいな。手が心配やけど、やば。でトウモロコシの種を入れて、ハムスターが食べるやつや。ハムスター食べるん。ここから、あ、すげー、入るかな、ちゃんと。え、スイカもうちょっとここに置いた方がいいってことですか。いや、だからもうあれやな、もう下に落ちちゃって、もうこういう感じで動かすしかないんちゃう。もキャッチまだこの上になんかポップコーンいっぱい乗っかってくれるかなっていう。そうから、ちょっとなんか安全性が、じゃあ微妙な調節やってみていくか。ここら辺やったらまだなんか、いや、それやりすぎやと思うね、絶対飛びますって。ほんま、いや、ちょっと待って、ちょっと待って、盛り上がってる。絶対飛びそう。だってポップコーンの威力すごいっすよ、意外に。こんな飛ぶってくれたもんね。アサリの水抜きぐらい飛ぶっすよ。どう。え、怖い。どう、火力ででもいけるもんなんだね。怖いな。アルミのやつで、この一番上に、うん、頑張ってくれたまえ。いいポップコーン作ってくれ。どんな感じなんやろ。こう開く瞬間とか見たいっすよね。しーん、できてる？ちょっと。え、そんなすぐできるもん？なんか、あ、違うんかな、これ元から白いだけなのかな。まだやん、まだちゃん。まだでした、すいません。おいおい、やっと違う。映画館の匂いしてきた。ほんまや、すごい。話題作みたいになってきた。話題作みたいになってきた。まだの匂いする。理科の実験ね。あ、一個で変に出来上がってるで。ん、ちょっとできてきてる。あ、ちっちゃいけどできてる。見えた？ちらっとこの手がね、俺な。あ、できてるなあ。すごい。おお、あ、開いた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 、ほら完全に開いたぞ。あ、びっくりした。場所借りるのいくらなんですか。なんか平日は3,300円で。3,300円のスパン。はい。綺麗にしてくれてるんですか今。あれはここはね、駐車場なんですよ。あー、駐車場なんや。見えるぐらい。ほんまや、トウモロコシね、上からね、上見えますか。やばい、無人島で生きていける。確かに種あるかな、無人島。なんかの種さえあったら。これ囲ってみようか。あー、風よけ。もしかしたら風で、確かに火力上がるかもしれない。火力が上がらないかな。1個入った。1個入った。入った。ホールイン。ほら、一発目、いい匂い。おお、急にできてきた。すごい。やばい、てよ。おお、すごい、すごい。頑張れ。おお、入ってる。入ってる。あ、またその、すごい。上でできた。できてる。あ、焦げてる。焦げてるんですか。いやー、すごい、すごい。出てきてる。ほら、危ない。危ない。すごい。危ない。出てきてる、ポップコーン。こんな感じ。
すごい。すごい。見ましたこれ。めっちゃおもろいやん。めっちゃポンポン言ってる。うわー、あー出てきてる。おもろい。楽しい。はじけてる。全部はじけたのかな。まだいける。おもろい。おお、めっちゃ入るやん。すげー、めっちゃ入ってきたやん。すごい。どうなんやろ。もう全部弾け切ったかな。早くあれしないとあれかな。バターとか溶けへんようになりそうやな、熱いうちに。あー、いい匂いする。ちょっとクロセスパイスをかけて。これポップコーンにも美味しいね。ねえ、スパイスを。なかなかいい感じ。面白い。あ、まだ弾けてる。うわ、ちょっと食べてみて。誰かちょっと食べてみて。運動会のおばはん食べてみて。どうどう、いけてるやろ。うまっ。おいしい。すごい、やっぱこのバーベキューならではの味やなって思いますね。食べよう。うん、できてる。できてる。うん、まあ、手は汚れるけど、でもなんかちょっとバター多めの方が美味しいと思う。美味しい。美味しい。うん。いける。安いしな、ポップコーンはめっちゃ。かかった時間に対して減るのが早いのが難点です。美味しすぎて止まらへん。という感じでポップコーン大成功。やったかな。やったかな。楽しいんで。あの女子とも盛り上がるし、お子さんとかもすごい喜ぶと思うので、ぜひぜひ。あと、あの噛んで手切らないように軍手を着用して何でも作業はした方がいいかなと思います。ということで、この動画がちょっとでもいいなと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。そして今日私はポップコーンに関する動画をさせてもらったんですけど、コラボしてもらってるムーブーさんの方では詳しいブログを書いてくれてます。よかったらそちらの方もご覧ください。せーの、女子会最高。ベタな感じの何のポーズなんそれ。なんかいや、むっちゃ昔。一昔古いな。